北斗物語は渡辺淳一の小説。北海道ローカルの月刊誌、クオリティの1973年1月号から1974年7月号に連載された。単行本は新潮社、カーデ処防新社からそれぞれ出版された。本項目では同作を原作としたテレビドラマ、北斗物語エリコの時マイナスについても記述する。 単身赴任している45歳の東畑正二、札幌支店長、東野三郎と、東野が札幌のスナックバーで知り合った、女子大生、ヌノベエリコとの一冬の愛の物語を中心に、札幌、天北原野など北海道を舞台にして描く。エリコは父、重春がバー、クラビクラのママ、赤木彩乃と愛人関係にあるという複雑な人間関係の中、 樋口ちと交際していた。ある日、エリコはりに別れを切り出したところ、り獣で撃たれそうになるが、逆にり獣が暴発してりが怪我をする。そのり獣は、と野の自宅から盗み出されたものだった。そんなことから、エリコとと野は知り合う。しかしと野は、東京に妻子を残しており、秘書の桂原明子にも思いを寄せられているという身しかも明子はかつて、 東端商事札幌支店でトラック運転手をしていた寮とも関係を持っていた。その寮はなおもエリコを思い続け狂気に走ろうとする。1975年1月9日から1975年5月1日まで毎週木曜日21時21時55分の枠で放映。全17話、ヘリコプターを駆使した大掛かりなロケも観光した。 布部エリコ役の金沢緑は一般公募で集まった約5000人の中から選ばれ本作でデビューした北斗物語エリコの時マイナスに関するカテゴリーありがとうございます。